首都高速道路公団は、かつて存在した、特殊法人。首都高速道路公団法により1959年6月17日、設立され、首都高速道路を建設、管理していたが、2005年9月30日、日本道路公団等、民営化関係法施行法により解散。業務は、日本高速道路保有、債務返済機構並びに、 首都高速道路株式会社に引き継がれた。国土交通大臣から指示された首都圏整備法の整備計画に基づく基本計画に従って都市計画に定められた有料の自動車専用道路の建設・管理を行った。基本計画は路線名及び管理の区間車線数設計速度連結位置及び連結予定施設新設に関する工事に要する 費用の概算額その他必要な基本的事項を言う。公団は、これらを踏まえて策定した工事実施計画書や料金及び、料金の徴収期間につき、改めて国土交通大臣の認可を受け、建設、管理した。公団は、事業年度ごとに、国土交通大臣から予算等の認可、財務諸表の承認を受けた。一方、資金の借り入れのほか。 首都高速道路再建の発行を行い、政府の貸し付けや再建引き受け、けさらには債務保障も認められた。公団に出資する地方公共団体からは建設費の補助がなされた。平成15年度末の資産合計は6.1兆円、負債合計は5.0兆円とされている。ありがとうございます。